続いてキャストピです。兵庫県の県議会議員が城崎温泉など4カ所に日帰りで200回近く訪れながら明確な活動内容を示さず政務活動費としておよそ300万円を支出していたことが分かりました。誰がね、誰に投票しても同じや同じや思ってこの人わらけに飲みならず、わらけに飲みならず、命がけで、あなたでわからんでしょうね。